ワン、ツー、スリー、フォー、バー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 。どうも、超新塾コアラコラシです。そして私がビーレデンの鍵谷です。サボンとこよろしくということで、コアラさん、はじめまして、はい、はじめまして、はい、よろしくお願いします。鍵谷社長、いやまさか本物のコアラさんとコラボができるとは、はい、いや僕も思ってなかったですよ。マジですか、はい、僕はもう生粋の B レジェンダーですから。B レジェンダー、はい、なんですよね、はい、僕超新塾言うてますけど、はい、もう今超新塾プラス、あとマッチョ、そうです、20、歌えない踊れない、しかし体だけは切れている、そう我々がマッチョ29です。僕はビレジェン、ビレジェンなんですけどね、一応やっときました。ビレジェンさんね、一番お世話になってますから、ありがとうございます。ね、やってますよ。いやちょっとまあ僕のこれ YouTube で知ると思ってるんですけど、ありがとうございます。なんかちょっと視聴者の方にあれば、はい、いきなりまとめに入ってますけど、いや、とんでもないです。そうですね、 B レジェンド美味しくて安い宣伝ですか、はい、僕がいつも思ってる思いは今思いのだけを。これどういった方が見られるんですか。やっぱトレーニーですね。トレーニーが、うん、僕らぐらいの年代のトレーニーが、はい、あ、そうなんですね。いや、じゃあもうそうですね、トレーニングをしてプロテインを飲もう。イエイ。筋肉は裏切らない。確かにね、はい、素晴らしいですね、トレーニング。今日あの超新塾さんについても触れてもいいですか。あ、もうぜひお願いします。皆さん、まあ群馬の方も多いと思うんですけど、超新塾さんぜひですね、あのライブは最近はライブの毎月と表参道で、表参道で、はい、事務所ライブで、ウェルという事務所ライブでね、させていただいております。一番最近はいつされるんですか。来月ですね、12月の13日第2日曜日に、はい、はい、超新塾の表参道で、ウェルというライブに出演しますので、ぜひ来てください、はい、しかしですね、この12月13日私ですね、はい、ベストボディジャパンの日本大会に出ますので僕はいないです。ダメじゃないですか。僕以外の5人が出てます。なるほど、はい、なるほど、はい、僕はそちらには行けないですけど、僕はその日は渋谷の光栄で、ベストやってなくて、こなしてやってますんで、それ本当に本業そっちなんですね。いや、もうわけわからんくなってくるんです、自分でも。いや、まあね、どちらも本業ですよ、二足のわらじで頑張ってますんでね。なるほど、はい、来月はいないですけど、まあ、12月はいないですけども、はい、1月からまたね、毎月僕も出ますんで超新塾は6人です。はい、実は6人です。はい、ぜひお願いします。いつもいじられてますもんね。そうですね、ネタやれやって言われてますから、ね、ネタやれやって言われてますから、ね、お笑いせいやー言われてます、ね、お笑いせいやか黒人に言われてますよ。あ、黒人言うな、アメリカ人のね、アイクに言われてるんですよ。ね、ポコチンドラムのね。あ、そうですよ、ポコチンドラムやってますよ。ポコチンドラムの流行り具合はどうですか。あれは僕一瞬流行るかと思ったんですよ。これは来るんじゃないかとツイッターでバッとなったんで、はい、なんかこういうのって売れるきっかけやなって聞いてたんですけど、もうわっちゃー乗り切れずね、はい、社長さん、その事務所の社長曰く、はい、まあ、下ネタの限界。今度は下ネタ以外のネタをね、披露できるように。ぜひぜひこれからの超新塾コアラコアラさんに注目していただきたいと思います。そしてマッチョ29も、はい、ぜひですね、応援していただきたいと思います。あと、あれね、ジバマッチョですね。はい、ジバマッチョ、マッチョ、マッチョ、ジバマッチョ、ね、完璧じゃないですか。そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。ありがとうございます。皆さんも、はい、iTunes でね、はい、マッチョ29のビバマッチョも販売してますので、ぜひお買い求めください。はい、はい、ということで、はい、では今回は、コアラコアラさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。